草月の章、守護の節、猛獣の王子。生き延びていた王子ディミトリを含む旧王国軍にセイロス騎士団の残存勢力を加えて新生した王国軍はガルグマクに本拠を据え、帝国軍に対抗すべく動き出したのだが、これだけ？はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレム風化雪月続きをやっていきます。各ユニットは5年の間に成長を遂げました。兵種や武器を確認しておきましょう。マジで？でも5年分は強くなってないよね、どう考えても。やはり生きていたのだな。先生、お久しぶりですわね。お兄様も私も心配しましたのよ。こっち側サイド誰も変わってなくね？誰も年取ってないんだけど、フレンちゃんとかさ、もうちょっと大人になってもよかったんじゃないの？どうやらあんたは相当に悪運が強いらしいな。本当に探したんだよ。レア様は一緒じゃないんだね。ギルベルトさんから事情を聞いたのよ。これからは私たちも力になるわ。みんな無事で何よりです。それでは全員を集め、今後のことを話し合うとしましょうか。我々の目的は2つ。帝国の打倒、そしてレアの奪還だ。君たちと手を組むことについて私に異論はない。利害は一致しているからな。セイロス騎士団の協力が得られるなら、これほど心強いことはありません。そうか、もう卒業してるからこっちはみんな生徒って扱いじゃないんだよね。完全に王国軍か。ありがとうございます。俺どっち？ちなみにこっち側にいるけどさ。大司教は君に全ての工事を託したのだ。これよりは君の意志に従おう。我々はこのガルグマクを拠点とし、帝国との戦いに臨みます。内部は多少荒らされておりますが、雨風をしのぐ場としては十分でしょう。だけど帝国の奴らもこの用地を警戒しないなんてことはないだろう。いえ、用地といえど大修道院はすでに帝国軍の戦線から遠く離れています。輸送の手間を考えれば不便も多く、さほど重要視はされていないはずです。だがあの抜け目のない皇帝のことだ。監視くらいは置いているかもしれんな。ここを拠点とすることについてどう思われますか？いや、どうもこうも。だってここ以外拠点なくね。まあ異論はない。幸いにも町や周辺の村落は残っています。潤沢とは言えませんが、軍資金もある。殿下はいかがです？好きにすればいい。もう人ごとみたいに言わないでください。せっかくまた会えたんですから。そうですよ。あ、そうだ、この後みんなでここの大掃除するなんてのはどうです？掃除かそれいい案かも。ちょっと5年前を思い出して楽しそう。気楽なものだ。確かにそうかもしれませんけど、でも流行るのもわかります。ですがせくことが必ずしも良い結果につながるとは限りません。むしろ拠点の環境を整えることは士気に関わる重要な。くだらない。落ち着こう。口を挟むな。落ち着いてください、殿下。我々はあなたの敵ではないのです。人を陥れる時の常套句だな。なんだ奴は、まるで別人だな。なんだかかわいそうになってきちゃったわ。お茶でも入れてあげようかしら。私とて心情が理解できないわけではありません。
ですが、今の殿下はまるで見えない何かに駆り立てられているようだ。5年という歳月はあまりにも長かったんだよ。心配ですね。ええ、私もです。守護の節って1月か今。メルセデスちゃん、そうだね、5年ぶりの再会だ。話そう。これあれだね、草月の章に行かないと。あるのだけど、支援が先に進まないってことはありそうだね。助かるわ。相談っていうのはね、これなんだけど、ヨウフからの手紙なの。ついこの間届いたのよ。あらやだ、まだ話していなかったかしら。私を士官学校に入れた人なんだけど、言ってしまえば私の紋章を利用するために私を教会から引き取った人ね。まあ紋章持ちは大変だね。そうそう、断絶した家の紋章を持った私を利用して貴族に成り上がりたいみたい。今は王都に居を構えているけれど、私を引き取る前は各地を巡る商人だったそうよ。とにかく欲の深い人で、この手紙は有力貴族との縁談があるっていう話でね。いや、どこもかしこもやっぱり政略結婚だね。本当に戦争が始まったっていうのに、のんきなものよね。まあ、戦争が始まったから縁談をまとめたいっていうのはありそうだよね。そうなのかもしれないわね。生き残るために焦っているのかしら。それでね、この縁談なんだけど、なんて返事をしたらいいかと思って。いや、そんなもん戦争に行くから行けませんって言えばいいじゃん。結婚するの？そうね、それも仕方ないとは思うわ。だけどもしここで流されてしまったら、絶対にいつか後悔すると思うのよね。断ろうって心は決まっているのだけど、なかなか踏ん切りがつかなくって。心は決まってる。前に話したかもしれないけれど、私教会で働きたいのよね。教会じゃなくても構わないわ。人の役に立つ仕事なら、教師でもお医者様でも。お医者様って簡単に言ってるけどさ、簡単になれんの？てか、まあ、魔法で治せば全く問題ないか。だけど貴族のお嫁さんになってしまったら、そういうのって少し難しいと思うのね。なぜ踏ん切りがつかない？私これまでずっと誰かの意志に流されるまま生きてきたわ。全ては女神様のおぼし召しなのだと、そう自分に言い聞かせてごまかして。養父が私を教会から引き取った時も、士官学校に入れられた時もそうだったわ。初めて自分で自分の道を選んだのはこの戦争に身を投じた時だったわね。もちろん養父には反対されたけれど、なんとか丸め込んでここへ来られたわ。だけど決別まではできなかった。まだ手紙が来るのがその証拠ね。手紙が来るってさ、これ誰が配達してんの？この戦争時に郵便の人大変だな。命がけじゃん。私、養父が怖いわけじゃないのよ。
それよりももっと怖いものがあるの。決断すること。すごいわ。やっぱり先生は何でもお見通しなのね。で、相談っていうのはね、先生に一言背中を押してもらいたかったの。手紙の返事を書こうとしたけれど、養父に決別を伝える勇気が出なくって。うん、そうだな、俺がもらってあげよう。じゃあっていう返事はないの？返事しなくていいのでは？え、返事しなかったらどうなの？まあ夢を諦めていいの？そうね、人生はたった一度きりなんだもの。なんだか今なら返事をかけそうな気がしてきたわ。私には心に決めた生き方があるので、その縁談はなかったことにって。いや、心に決めた人がいるのでって書いてほしいな。おい、言ってんじゃん。ついでに心に決めた人もいるって書いちゃおうかしら。そうだ、書いちゃえ書いちゃえ。誰のこと気になる？あら、もちろんあなたのことよ。嫌だった？いや、積極的だね。5年という歳月は人を変える。何？なんちゃって冗談よ。私勇気を出してみるわ。あなたのおかげで一歩踏み出せそうな気がするの。おお、支援 A だ。ってこれさ、また普通にさ、あ、イングリッドちゃんの誕生日、これお茶会誘おう。イングリッドちゃんは可愛くなってるからね。ちょっと右のさ、お茶選びで顔が見えないんだけど。え、イングリッドちゃん何がいいんだ。三日月ちゃんにしてみる。月のような優しい口当たり。招いていただきありがとうございます。お茶を勧める。ありがとうございます。でこんな戦争時にさ、優雅にお茶なんて飲んでる暇あんの？美味しいです。まあ、美味しいって言ってるからいいけど。トーク。はい。え、新しい計略の提案とか、そんなん絶対あれでしょ、二人で笑い合った話。トーク。自分の秘密、中庭にいる二人の話。え、何これ、何がいいの？自分の秘密なんて教えてもしょうがなくね。え、そういうの知りたい人なの？図書館の蔵書について。なるほど。3回目。前回の戦闘の反省、学校の制服の話とか、出会った頃の話だ。おお、いいじゃん。なんだこの先生の好きな食べ物は何でしょう？お肉？それともお野菜？魚？お菓子？お菓子だね。たしなめるとか何？そんなことはないって何？どういうことだよ。会話になってねえんだけどこいつ。考えを言う。はい。大いに盛り上がった。パーフェクトティータイム。見つめる、贈り物終了。え、ちょ、贈り物にしよう、はい、無難に。あ、ここちょっと誰でも喜ぶやつがいいんだけどな。変なものあげてもな。アネモネ行くか。アネモネ花言葉なんだろう、よくわかんない。アネモネを渡しますか。はい、ありがとうございます。普通だな、あれ。見つめる、笑わせるって何？そういう感じではないでしょ、カメラ操作。ちょっとアップになるとあれだね。もういいよ。美味しいです。もういいか、お茶会をここで終了しますか。はい、ごちそうさまでした先生。おかげで楽しい時間を過ごせました。しばらくの間二人だけの時間を楽しんだ。あれ、
魅力が上がった。やった。イングリッドも魅力が上がった。最上級試験受けられる人がいます。パス1個。ちょっと待って、資格試験誰？俺はだってそもそもさ、何なの今、ニルバーナでしょ。ニルバーナって良くないか、分からん。最上級にはそもそもなれるあれがない。ディミトリーもなんかあれだよね、専用職っぽいよね。ディミトリーもこのままでいいでしょ。フェリックス最上級とかなんかある？ちょっと見るだけ見る。エピタフとかね、理学はもういいんだよな、ならなくて。本当に剣だけを極めるっていうのになるとさ、ないよね。いいんじゃないか、ソードマスターでも。アッシュはなんか弓あってね、ボーナイトになるのは悪くない。でも槍とさ、馬術も鍛えなきゃいけないのがちょっときついな。最上級ってみんな厳しいな。メルセデスちゃんかな。とりあえず今の上級職でいいでしょう。てかここの人たちって どういうあれなの？あのおっちゃんがいねんだっけ。おっちゃんというかおじいさん、名前忘れちゃったよ。もうあの紋章学にやたらこだわってた人。散策とかも普通にできるんだね。コーマの日、また1ヶ月普通にやるのか。じゃあまああれかな、散策会、出撃会で物語みたいな感じでまた進んでいくと思いますので、今日は散策しましょうか。散策開始。一応実質同じとこ使ってるんだ。よかったな、残ってて。てか全く残ってんじゃん。 いっぱいあるし、こうイベント的なやつが。釣りとかもできんの？あ、結構綺麗じゃん。普通に残ってるよ、人もいるし。完全に壊滅したのかと思ったら、そういうもんでもないんだね。意外に残ってんじゃん。あ、訓練場とかでもできないのか。まあ下からちょっと一個ずつ見ていこう。まあ、拾いもんもしていくし。結構にぎわってるよ。お願いします。クエスト受注。お願いしてもよろしいですかな。商人のお眼鏡にかなうような歴史的遺物を探そう。まあ受けよう。とりあえず受けるだけ受けよう。全部名声値でもすげえ上がりそうだね、いっぱいやれば。困ったな。頼みを聞く余裕はあるか。釣り池に現れたという伝説の怪魚を釣り上げる。これ釣りやんなきゃダメなの？伝説の怪魚が現れたのでは。これ釣れってこと？めんどくせえ。嘘だ。ドゥドゥは？ドゥドゥ、本当に死んでしまったんでしょうか？ドゥドゥと話したいことがまだまだたくさんあったのに。温室の花はどうなってるかな。彼大切にしていたみたいだったから。あれ、なんだこれ。高度教練教えてもらえるのか。もはやどっちが先生だかわからんな。どうやって走んだっけこれ。こうか。大変です。あんた頼まれてくれねえか。兵士から海賊の情報を得た。スレン半島に行き海賊退治をしよう。 OK。 あとこっち側にいるんだけど、これどうやってズームするんだっけ。最近ドラクエばっかやってたから操作方法忘れちゃったよ。レア様は帰ってきてないの？
レア様マジでどこ？あ、こっちか。お願いしたいことがあるんですが。兵士から脱走兵の情報を得た。実力は確かなようなんで、できるなら説得して戦力にしたい。よし、やろう。で、あとはここ、なんとギルベルト。大修道院内にあった帝国兵の死体は我々で弔っておきました。調査に入った正体が全滅したという話は周辺の村落でも噂になっていますから、監視の有無はどうあれ帝国軍にはいずれ感づかれることでしょう。殿下、本当に無謀な真似を。策がないな。頼みがあるのです。殿下には必要な物資を確認し納品しよう。ノアの実、鶏肉、それだけでいいの？どうやって納品するの？ありがとうございます。ノアの実なんて持ってんのか分かんなかったけど。今は金より物資だからね、絶対。この羽どこにでも凝ってんな。さて、じゃあちょっとここにありそうなのでイベント物が、おほ、ぶっ壊されてんじゃん。あれ、もともと何があったっけこれ。一応ディミトリに話してみるか。何にもない。大修道院礎石編という、依頼者に報告しよう。誰に渡すんだっけ。ちょっと名声値もう少し貯めてからクエストをこなすと名声値がもらえるんで、それから来よう。一番下のやつか。どうだ。おお、ありがたい。名声500ポイント。さて、それではあと何をしようか。いや、伝説の怪魚はめんどくさそうだな。ちょっと、まあ、やるだけやってみる、まあ、カットするけどね、あの途中経過は。ちょっと釣りに行きます。まあ、最初の1匹目くらいは。てか釣りってどうやってやるんだっけ。こいつに話しかけんのか。てか釣りの日みたいなのなかった。そっちの方がいいのかな。あ、餌が永久にあるわけではない。最悪買ってくるか。珍しい魚が釣れることがある。珍しい魚が釣れやすい。極めて珍しい魚が釣れることから、刺し使うか。じゃあ、え、これ どうするんだっけ。こうか。ちょっとやべえか。ボドランディ、古代魚。え、どうなの？これさ、釣りやってればさ、指導レベル上がってくんじゃん。もうどんどん使ってこう。え、これじゃないやつがいいな。なんかもうちょっとさ、赤いやつ。ちょっと待って、そろそろなんか、釣り上げようか。あ、ダメだ。自分の意思でできないんだ。餌がなくなりました。ちょっとミミズにしよう。え、さっきなんか紫っぽかったっけ、青かったっけ、なんかそういう系の色だよね。赤いやつやってみるよ。兄弟魚。よし、慣れてきた。あー、こいつは釣ったことある。餌調達してくる。じゃあちょっと青でしょ、赤でしょ、なんかあと振動の具合によって変わってくるとかあんのかな。どうしよう、なんかわかんねえ。餌がなくちゃった。3回くらいか。
黄色い、初めてだ。光る巨影。待って、あ、大丈夫か。どうだ。え、シルバーフィッシュ、まあまあ価値が高いって。もうわからん。よくやってくれたな。え、何、どれだよ。ねえ、最初の方に釣ったやつ、超謎、超謎だけどクリアできた。フォドランディかよ。まあいいや、状況的に今のはカットしなくていいや。多分カットしないですこれ。あとはじゃあまた例によって食堂行って、料理長とか、ま、すげえ並んでんだけど、みんなあれかな、飯にありつきたいのかな。あー、マヌエラさんとかいるね、いっぱいある。あ、トータス、トーテスパイクがある。モルフィスプラム、幸運プラス2。お菓子作りは好きだけれど、そうね、5年経って料理の腕はどうなったんだ。やっぱり。あら、よし、めちゃくちゃ上がった。この行動力を、まあ、どう使っていくかだよね。あれ、フェリックス、フレン、なんか砂時計マークついてるってなんだっけ。ちょ、メルセデスちゃん話しかけよう。ここにいる、いた。そういえば、はあ、せっかくみんなと会えたのに、みんな暗い顔しちゃって悲しいわ。先生、お茶にしましょうよ。他の子たちや兵士さんも誘って、みんなで。いや、2人でお茶しようよ、楽しそうだ。そうでしょ。まあさすがにお菓子を用意する余裕はないけれど。あ、それからディミトリにも声をかけてあげなくちゃね。そうね、きっと来てくれないとは思うけれど。悲しいな。じゃあお茶会に誘う。訓練やってみよう。あー、魔法系か。どうしようかな、魔法ちょっとやろう。さて、結構さ、でもお菓子用意する余裕とかありそうだよね、実際。あ、できることといえば、あれ、3階ってなんだっけ、大広間。まあいいや、なんか特にやることねえな、正直。散策とか、イングリッドちゃんに話しかけて終わろう。もこれじゃなくて、だから地図の拡大の仕方、あ、こうだ、あって、こうかで、こう でイングリッドちゃんがどこにいるのかって言われたら、どこだかわからん。逆じゃなかった。あの、いや、逆じゃねえ、むしろ逆に来ちゃったよ。え、ねえ、討伐は出撃でしょ、だって。そうですね、この5年で帝国への侵入を拒む家の数はかなり減ってしまいました。大領主であるフラルダリウス、ゴーティエ、カロン、そして私の実家であるガラテア、その他の小領主や城主、王国西部は皆帝国に寝返ったと言ってもいいでしょう。王家より王を賜っておきながら、それを仇で返すとは貴族の風上にも置けません。殿下や先生がいるのです。きっと彼らから国土を取り戻すことも叶いましょう。高度強連、うま。
よし。基本的になんかこのコード共練するために散策するようなもんだな。あとゾウやって散策は終わりにしちゃいましょう。合唱でもやっとく。あと余ってるし。何買おうか。このゾウもぶっ壊されなくてよかったな。1200ポイント槍か斧か弓かと言ったら、じゃあ槍だな。それでいいか。よし終わったぞ。また来てくれ。よし。どうやって終わらせるんだっけ。散策を終える。はい。授業とかまだやんの。まだ先生やってんの俺。あ、作戦会議になってる。個別訓練お任せしろ。これ一緒？一緒っぽくない？あ、もうお任せでいいよ。レベルが高くて全然上がんねえんだけど。グループ課題は全部一緒だな。瓦礫拾いになってる。ただ草むしりが。重装はもう今のところいいんだよね。もうシルバンとイングリッドちゃん、この二人は一緒。訓練教えてほしいのだけど。どうしたどうした。大聖堂が壊れたままになっている。なんだか女神層がかわいそう。戦争が終わったら戦争が始まる前よりも綺麗で素敵な場所にしたいね。周辺にたくさん花植えを。そうだったのね。めっちゃ上がる。これめっちゃ上がるよね。あ、フレンちゃんどうした。傷を癒してあげるのも大切。時には守ってあげる強さも必要。そういう魔法を使えるようにした。あ、これあれか。グレモリーを目指すね。まあ、頑張ってくれ。でもこの机の上で会議を開いてるだけでは何も進まんぞ。おう。私ええ。手応えありだわ。執行レベル5。生き延びるためには大事だろ。こいつ格闘術なんて鍛えてたんだ。今日はセーセイロスの日。あー、歌か。まあやろう。歌、こんな感じでいい。私が歌う必要あるか。やれと言うならやるが。この二人どうやって選ばれたの。俺何も別に選んでないんだけど。よし、手応えがあります。こんな日でも歌うんだね。で、25日もあれだけど、出撃はちょっと1回で全部まとめてやっちゃいたいので、クエストが2つにフリーが1つ、全部で2か。なるほど。そうすると11と25で、まあ、出撃しといてっていう感じかな。でも出撃回は外伝じゃない限り大した話じゃないからね。出撃はなんか飛ばしちゃっていいかな。まあ、そんなところで、じゃあ今回の散策回はこれで終了したいと思います。出撃は特に特筆したイベントがなければ、そのままスルーして、次回続きをやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。